名古屋だ。名古屋だ。劇団四季がある。名古屋来るとなんかこのキングコーヒーに出会う気がする。いや、清釜か。行ったことない地名を見るとドキドキするな。立ち見って行ってみたい。大須観音はいいな。いつ来ても僕は大好きだ。大須観音いいですね。ところであのこれあの、今ですね、英語で、大須観音のところから大仙芸場、そして、この古墳ですね、まで英語でちょっと4分半ぐらいの動画を撮ったんで、それは英語の YouTube の見ていただきたいんですけど、本当に僕この名古屋の大須観音演芸、観音からですね、大須演芸場、そしてこの、名古屋山古墳公園ですね、ここまでの、変化のコンタスはものすごい素晴らしいものだなと思っています。ですから、大須観音に来て、まあ、そのアーケードから歩いて、そして大仙芸場を見て、そしてこの名古屋古墳に来るというのは最も素晴らしい、時間の使い方の一つではないかと思うので、ぜひお試しください。また旅ランを続けます。何気なしすごい。おなりさま、おなりさま。本当、大須のあたりはいろいろな神社などもあり、ね、お稲荷さんもあります。でかい玉だ。うどんの生駒屋だ。美味しそうだな。どこまでも親心だな。仏具屋さんか。でかいお寺さんだ。すごい、びっくりする。こんな大きいお寺があるんだね。お東さんとかだったから東本願寺、京都にあるけど名古屋にも東本願寺があるんですよ。どこだろう、これは。なんか東別院って書いてある気がするな。このお寺さん、大きなお寺さんだな。よし、大谷派名古屋別院だそうです。すごい大きなお寺さんなんでびっくりしました。やっぱりこうやって走ってて実感するのは、名古屋ってのは大都市ですね。大きい、まあ、まあ大阪も大きいし、だけど東京もちゃ大きい、名古屋も大きい。いや、走ってて実感しますね。またキンクがいた。なんかこれね、これ神明社って言うんですけど、名古屋のこういうふうに大都会で会いながら、ね、十文庫大先生に名古屋市ってことありますが、こういうお社があることが本当にゆかしいですね。素晴らしいと思います。いい公園だな、とてもいい公園でございます。これはビリッジホールって言うんだな。古沢公園の横にあるんだな。あ、そして隣が名古屋市音楽プラザなんだ。日本特殊東京の
市民会館 NTK ホール。いいね。これ音楽とか聴いたりとか公演とか見てみたりしたいな。なんかこの時計故障中って書いてあるんだけどね、今の実時間9時半なんですけど合ってるんだよね。微妙、これ壊れてんのかな。だから止まった時計も1日2回は合うっていうじゃない。たまたま1日2回のうちの一つなのか、それとも実は故障してないのか謎だ。謎だ。 NTK ホールの前の時計でございます。なんかまた賑やかになってきたなと思ったら金山駅の前なんだね。名古屋の都市圏は本当に広いな。まあ大阪じゃね、名古屋あんまり大きいんだな。大阪って言っちゃって名古屋都市圏大きいんですけど、金山過ぎたというかだんだん郊外っぽくなってきた感じですね。ここ花町っていう橋ですか。花町という橋ですか。だんだん郊外っぽくなってきた。ここは厚坂の本松町というんだな。この通りは二度と通らないだろうし、まさに一期一会だと思うんだよね。ここにどうやって来たのかよくわかんないし、もう来れないだろうな。何の変哲もない通りなんだけど、まあ、名古屋の喫茶店のモーニングって有名だけど、コメダコーヒーって名古屋発祥だったっけ。あれ でかいお家だと思ったらお寺だったんかい。聖大寺、でかいお家じゃなくてお寺だった。まあお家には変わりないか。ここは熱田神宮公園っていうんだな。ここにも古墳がある。あ、でも許可なくて出入りはできないんだ。ということで熱田神宮公園、熱田神宮の外苑かなんかだったんですかね。そしてここにですね、古墳があるということだ。大きいわ、この古墳は。大きい、これは大きい。うわ、歩けてる。というわけで今この本当に大きな古墳のところに来ましたので、また英語で、ね、2分半ぐらいの、動画撮って、さっきの何だか大須神宮のところ、大須彼女を撮ったやつも含めて、繋いでいこうかなと思いますけど今回ね。ですから英語、その繋いだやつは英語の方でご覧ください。というわけで朝神宮公園のところからです。なんか橋があるんですよね。橋は何なんだろう。熱田記念橋、よいしょ。おお、そして向こうにあるのは名古屋学院大学ではないか。ということで熱田神宮公園からですね、ちょっと橋を渡ってもう一個の公園の方に行けると、そこに名古屋学院大学があると、こういう構造になっているということで、私は初めて知ったわけでございます今回。なるほど、名古屋の街はこうなってたのか。知らないことがいっぱいあるな。ハットだ。なんかすごいとこに来たぞ。これは何なんだ一体。想像の柱。これ、何あれ。何あれ。あれは何なんだ。どうもこれも名古屋学院大学のキャンパスのようだな。すげえな、これ、この大学。やべえ、素晴らしいね。おお、そしてこの巨大な像は、なんなんだ、一体。すごいぞ、これ。
どういうこと？すごい。これすごすぎ、でかすぎ。何このでかい像。びっくりします、意外と。幻のスフォルツァ騎馬像って書いてあるぞ。すごくないこれ。どういうこと？これはレオナルド・ダ・ヴィンチの幻、スフォルツァの騎馬像ということで、粘土が破壊されてしまって再建させるために、デッサンを参考にして、だからしかもこれ元 7.2×2m、これからダ・ヴィンチが実際に作ったスフォルツァの騎馬像のレコンストラクション、すごくないこれ。ちょっとびっくりするんですけど、え、こんなでかかったの。これしかも愛知デザイン博、昔名古屋でデザイン博やりましたけど、その時に実際に展示されたものだそうです。僕は残念見なかったんですけど、びっくりしたな、これ。これはすごいもの見ましたね。すげえ。ちょっとすごすぎる。びっくり。ちょっと俺はもうびっくりしました。いや、まさかこんなものに出会うとは思わなかったんで。ちょっとびっくりしたでござるよ。どういうこと？こっち側なんか国際会議所とか書いてあるんで、ひょっとしたらコンベンションセンターかもね、名古屋の厚田区にある、厚田にある、そんな感じがしてきた。おそらくデザイン博の跡地なのかもしれないね。はぁ、ここにあるんだね、知らなかった。白鳥ガーデンだって。びっくりびっくり。やっぱりあれは名古屋市国際会議所だったんか。いやー、津田神宮公園からこの白鳥から、もう名古屋国際会議場の、こう、そして、スフォルツァの、レオナルド・ダ・ヴィンチのスフォルツァの像への流れは熱かったな。名古屋半端ないまだなんか知らないとお得下がる。いや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 、びっくりした。いや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 、びっくりした。なんか愉快しい反証だ。緑豊かな厚田区だな。わっせ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 、なたや二丁目か、白鳥山法事寺か、厚田神宮に来たな。厚田神宮だ。というわけで今厚田神宮にいまして、英語でね YouTube 撮ったんですが、私の旅ランこと、そろそろ公園で終わらせて帰らないとですね、時間がなくなってきたんで、この厚田神宮、名古屋駅からだいたい10分ぐらいなんですけど、とても忙しい旅ランでしたね。もう時間切れなんで、帰りは JR か名鉄で帰ることになると思うんですが、いずれにせよ、この旅ラン、ですね、前、厚田神宮に向かって走った時に時間切れになったんですが、今回は最後まで走ることができて幸せです。帰りは JR か名鉄かどっちかで帰りたいと思います。今、厚田神宮出ました。本当にありがとうございました。素晴らしい経験でした。おお、工事していてどこだか分かんなかった。ここが名鉄神宮前駅の入口なんか。ちょっと分かんなかったな。というわけで、旅ランはとりあえずここで終了なのだ。楽しかった。名古屋駅から厚田神宮まで歩いて、そして今、名鉄神宮。Distance 11 kilometers。ありがとうございます。次は名古屋に停まります。
というわけで昨日11キロは走って大変でしたけど、帰りはあっという間に着いてしまいました。でも大変だったけど走る方が楽しかったかもしれないな。桜も大事たい。